高坂優は、日本のアルゼンチン単語歌手。愛知県名古屋市出身。本名、大田,田恵子。タレント活動時は、どんぐり音楽会の歌のお姉さん、ぽっぽちゃんの愛称で親しまれた。1950年1月21日、愛知県名古屋市にて出生。3歳の時、飛び入りで出場した中部日本放送主催の、子供の土地マンにて優勝。 中部日本放送児童が唱団に所属する。1968年愛知、県立愛知商業高校卒業。その後、名古屋テレビタレントセンター卒業を経て、CBC にて、テレビラジオのタレント司会者、アナウンサーとして、週7本のレギュラーを持つほどになる。1975年、結婚して、引退の後上京。1981年、 娘が6歳の頃に離婚。歌手への夢を諦めきれず、シャンソン館長寝歌手として活動を再開する。1986年、共演した、あわやのりこにを、決してシャンソン歌手として見込みがあるか尋ねたところ、いつまで歌っていたいのか、今のままでは50歳までに声が出なくなると言われ、ボイストレーナーを紹介された。トレーニングを真剣に取り組む姿勢を認められ、 1987年、あわやのりこに支持するようになる。1990年、あわやのりこに、シャンソンもカンツォーネも、あなたの恋に合わない、感情をぶつけるように歌う単語いい。単語をやらないなら歌をやめて、再婚でもしなさいと言われ、単語歌手へ転校する。転校して3ヶ月、未だ戸惑うまま、1991年に、アルゼンチンのコルドバで行われた。 中政府主催の音楽祭に、あわやの推薦で、日本代表の単語歌手として出演。この時に、本場のアルゼンチン単語に触れ、そのメッセージ性の強さや、歌手のドラマを感じさせる歌い方、何もかもを超えて感動させることができることに衝撃を受けた。これを機に、単語歌手の道を歩み始めることとなる。帰国後。 本格的に単語を学習するも納得できず、本場で学習するために1993年に2ヶ月間、1994年に3ヶ月間、ブエノスアイレスへ留学する。1994年の留学時、日本人プロデューサーが単語界最高本と言われるマリアーノ・モーレスと引き合わせてくれた。この時、滅多にレッスンしないことで有名な彼からのレッスンに誘われた。 厳しいレッスンの後に認められ、本場ブエノスアイレスで、単語歌手としてデビューする。近程ト・ノルベルトラモス楽団来日、共演コンサートを行う。1996年、ブエノスアイレスにて、カサブランカに2週にわたり出演、T.E.B. クロニカ、土曜の夜に出演。オスバルトレケーナ&、単語セッション楽団来日、共演コンサートを行う。1998年、 日本とアルゼンチンの就航100周年、日本を代表する唯一のアルゼンチン単語歌手として、両国で開催された数々のイベントに招聘された。近帝とノルベルトラモス楽団再び来日、共演コンサートを行う。来日した前大統領カルロス・エスメネム氏の歓迎版三回では、前総理、小渕慶像より、すべての来賓に、CD、 ブエノスアイレスの交差加遊が送られた。2000年、セステートスール楽団来日、共演コンサートを行う。2002年、10月南アフリカ共和国で行われた、ジャパンフェスティバルに招聘される。2003年に自助伝的衛星、抱きしめて、単語を出版。2008年、日夜就校110周年記念公演として、日本の伝統芸術も、ノー。 信頼と単語のコラボレーションイベント、上演、源氏物語の特別講演を行う。2012年、和製単語、恋は、悲しみの単語で、日本の歌謡界にメジャーデビュー。2015年、渋谷文化村シアターコクーンにて、高坂有リサイタル2015。2019年、ピアニスト、ファントレピアーナ氏を迎えてのライブ録音、単語ブラッドムーンを、世界配信。 音楽を通じてアルゼンチンと日本の友好関係に寄与している。ありがとうございます。